はい、本日開催のスポーツ X 月齢大会のエントリーを、そろそろ締めようと思いますが、まだエントリーされてないという方はおりますでしょうか。でですね、代理でエントリーされた方がいるんですが、その方々がまだ到着していないので、大会自体は、その方々が到着してから開始というか、開始いたしますので、よろしくお願いいたします。さて、もうしばらくの試合の方をお楽しみくださいませ。
はい、本日の大会ですが9時に開始いたします。形式はですね、岬のシングルにいたします。日本選手のシングル戦ですねに行いますのでよろしくお願いいたします。で、抽選の方はこちらの方でランダムに引かせていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、一応トーナメント表の方は作りましたのでご確認よろしくお願いいたします。大会開始は9時を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。
い。Cyclone! Cyclone! Cyclone! Cyclone!
Oh!
あ。はい、それではお時間になりましたので、大会の準備をさせていただきます。大会筐体一番手前側の X を使いますので、よろしくお願いいたします。はい、準備の方できましたので大会の方始めていきたいと思います。第14回目、スパツ X 月齢大会始めていきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。温かい拍手ありがとうございます。本日の大会参加者は11名ですね。今回は通常のトーナメントルールですね。で、2先でございます。2先で普通のトーナメントを行いますのでよろしくお願いします。で、ゼロ回戦あるので、先にゼロ回戦消化ですね。ゆうべがさんまだ来てないので飛ばして、店長さんと破天荒さん。店長さんと破天荒さん。よろしくお願いいたします。じゃんけんで筐体決めてください。よろしくお願いいたします。準備ができましたらスタートボタンを押してくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、竜同キャラということで、ワンピー側が破天荒さんでいいのかな。はい、ツーピー側が店長さんの竜ですね。開幕は竜同キャラさんでございます。前回覇者の店長竜対破天荒竜。さあ、開幕からさあ波動の打ち合い、飛びが通ってファーストアタック取っていくのは店長竜。波動の打ち合い、昇竜拳も混ぜつつ
アドバ飛んで竜巻で回して、ちょっとシャークネスファイヤー踏んでしまった中ゴス。さあ中足にダイヤ差し込んで潮流拳空振って、波動拳波動拳と体力を一方的に奪っているのは天潮流。飛び込みから様子を見ていく、距離離して波動拳、波動拳ガチャガチャやって、さあ真空打っているがガードされてしまった。さあここで さあまず、ラウンド取っていくのは天潮流。さあ先ほどと同じくハドの打ち合い、ダイヤシ、波動の打ち合いから波動拳波動拳と、さあここはうまく竜巻でかわしていく、ゲージも溜めつつ、さあここで真空噛み合って痛すぎるダメージ、波動波動飛んでかして、さあダイヤシぼかして竜巻は上からジャンプダイキック、真空は冷静に飛んでかわされ、ファイヤーファイヤーファイヤー波動と波動の打ち合い。さあここでどう転んでいくのか、飛び込んでいるがダイヤシはつながらず、ここから前に飛んでいくが、しっかり見ていた昇竜拳。さあまず1本取っていくは天潮流ですね。岬ですので、岬です、岬です、一先じゃないです、岬です。そういうのはないですね、筐体はずっと一緒です。さあまずは波動波動に開幕飛び合わせてが冷静にガードしていった形、そこから波動の打ち合いからジャンプダイキック一発でダメージを取っていた天潮。さあここで竜巻ヒット。さあおた、さあこれ中ボスを投げ返して波動波動と、さあ遅い球は冷静に竜巻で対処していた波動、真空は飛んでかわして、先に真空を打ってしまった破天荒だが、ここは後ろ裏回り勝利出るが、これリバーサル勝利投げて、そのまま倒しきり。まず一本取っていくのは天潮流。ここでリーチですね。リーチかける。なかなか波動、波動飛んで竜巻でフォローしていく。竜巻をフォローに使ってゲージも試す。距離近づけて、波動の打ち合い。さあ中足にダイヤ差し込んで、さあ大パン灼熱。中、ダイヤ足波動。さあ画面端が怖い。厳しい。カクカクしてるので球を打ちずれ。真空ドンピシャー、波動波動。さあ残り4ットだが、ここはファイヤーで追い返して、さあここは当たっていたが投げ返されていた、勝ったのは天潮流。では飛ばし、あ、先にカワシムさんとコンポコガエルさんやりましょう。先にカワシムさんとコンポコガエルさんお願いします。テストって書いてある方がリセットになってますので、どっちをしても大丈夫なんで問題ないです。さあワンピーガーがカワシムの X ヨガ、ツーピーガーがポンポコガイルガイル。さあガエルダルシム開幕すらヒットをぼかして、ヨガファイヤーヨガファイヤーはソニック大打ち、ソニックヨガファイヤーいろいろ蹴りを打っていくが、しゃがみショーパンチが強いですね。やはりさあファイヤーにソニックを合わせてゲージを作りながらなんとかしていくが、リーチの長い攻撃が体ジャンプも許さない、大パンチまで言いたい攻撃やっていく。さあ気がつきは画面端付近でこの距離でもう鳥かご、ガイル側相当辛そうだ。飛びが取って投げて受け身取っている。さあリバーススピンキックだったっけ、まあいいや、ヨガファイヤー、あっとこれは当たっている。まずはカワシムダルシムがラウンド戦士して、ラウンド2
しゃがみ召喚値はやはり強い。ソニックを潰してさらにソニックはガードできるというグレイブで、さとみが通ってさま打っちゃったがしっかり反撃。ヨガファイヤー、ヨガファイヤーと、ヨガファイヤーフレイムも混ぜつつブラストも混ぜつつの近い位置のソニックにはしっかりとお仕置きのしゃがみ小パンチを当てて確実にダメージを奪っていく。ヨガファイヤー当たってしまう。スライディング、さあ飛びが取ったが、ここは投げ返しているのはダルシムゴ。ヨガファイヤー踏んでしまった、しっかり前に歩いていた。さあまずは川島選手一本選手、続く2戦目ですね。え、いや大丈夫ですよ、まだやってないんで。入ってますよ、大丈夫です、何も問題ございません、間に合いました。これを見越してちょっと遅らせてましたから。さあまずはファースト取っていくのはガイル側、さあ色も変わって立ち回りも変わっていくのが、さあソニックが出ているがヨガファイア当たっている、飛びは許さない。さあこの位置のヨガファイヤーがきつすぎる。ソニックはフレームで相打ち。さあインフェルノは冷静にガード。飛びは通らない。飛びから、さあテレポで逃げて。ソニックブーム、ソニックブーム。なんとかしてダメージを取りたいガイル側だが、ダルシムがそれを許してくれない。近づけない。さあソニック当たってしまうが、まあ体力には余裕があるか。遠距離のソニックブームにはヨガファイヤー、ちょっと近づけはしゃがみショーパンチと。さあどうなる、残り時間が足りない、タイムオーバー。ラウンドテイクは川島ダルシム、さらに2。さあ開幕から近くに行こうとしたがうまくいかなかった。さあ飛びにドリル、ソニックにドリル合わせてしゃがみショーパンチ固めてヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ヨガファイヤーと。さあ当たってしまって画面端ドリル続きからスライディングショーパンチ、ショーパンチと。さあサマーも釣ってる、インフェルノ投げて、さあどうなる、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ソニックブームとサマーの応酬。さあ画面を冷静見ているカーシムに対してなんとか近づく布石が欲しいが、ここで長い長いアニオが当たって勝ったのはカーシムで、タラシム。では次ですね、ネロさんとユベガさんお願いします。大丈夫ですか、ネロさんとですね。さあ、ワンピー側がユベガ、セピー側がネロですね。見先でございますので。開幕ダブル2ヒットから、さあ飛び込み、さあダブル2で固めて、ヘッドプレス、立ち台キックかな。体育もしっかり。さあバックスナックル、さあまずソニックを軸になんとかダメージ取りたいが、前に前にガンガン来るこの青いベガが、さあここはホバーでダブル待ってナイトメアで削り、まあ取っていくわユベガ。スカイバック最後クラッシャー、さあめくり通ってピヨッター、そっから終わった。早い10カウント。まず1本取っていくわユーベガ。さあ2戦目ラウンド2開幕、対空からダブル2で削ってホバーヒットをサマーで返して、さあめぐりガードしている、中足からソニック分は相打ち、ソニックに対してヘッドプレス、
大キック長い。あと、ヤシカリックアッパー残していく。あ、井口上等すっごい減ったぞ、今。まあ、沿っていくわ、ユムが。ラノス。ホーマー、ガードして、チューパンチ。あ、一発だけ。下方でダブル2、ダブル割って。さあ、サイコブラッシャーからの奥攻め。固めてダブル2、削って。あ、次大キック。長い長い、そしてナイトメア。勝ったのはユメガ。それでは次ですね、福山さん対藤見ブランカさん試合になります。その次が辰俊さんとユメガさんになりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ワンピグアサルが、じゃあ、藤見ブランカですね。ツーピグアサルが、福山さんですね。さあ、まず、ダイヤしてこうして。さあ、まず、再びダイヤしてこうして。めくりいくが、ちょっと近かったか。さあ、一気に画面端に自分から行ってしまったが、ローリングから噛みついて。波動拳で追っ払って、波動拳で追っ払って。近づけさせない。波動拳だけで体力を、後部の状況、そしてリードまで持ってった。これアマゾンリバーラン。さあ前ステップから投げて、ビリビリは当たらない。波動拳、波動拳。さあここは潰した。本当にスパコンかあれ。さあしゃがみ大パンチ。さあこれは真空ドンピシャ。うまいぞ今の真空は。誰しもがブランカの勝利を確信した瞬間、勝っていたのは竜だった。さあファイヤー、さあ飛びが通って、ダイヤシュマでつながらず、ファイヤー踏んでしまったが当たっている。ダウン待って、波動拳重ねていく。ダイヤシュマ中足で差し返した感じ。リバーランは勝利を返して、中足ファイヤー、波動拳。さあ当たってこかされ、さあ投げ返して、受け身がない。中押すは追っ払って、さあ波動拳。さあどうなる、またしても同じような展開になってきたが、今度は投げて、藤見ブランカ取り返す。さあ、ラウンド3、ファイナルラウンドになってしまうか。さあ、中盤中盤からの波動拳を返して、さあ、中盤が強い。さあ、めくりから、さあ、勝利拳打たせて、ローリングはガード、ファイヤー当たっている。さあ、ローリングから投げて、飛び込みはちょっと通らずだが、さあ、ファイヤーに飛び込み合って、サファイア飛びが噛み合って、ダイヤシが長い。1本目選手は藤見ブランカ。さあ2戦目になります。さあ今度開幕、飛び込みは歩いて投げていったが、その後、再び飛び込みから投げてるのはブランカ側。さあ、ローリング透かしから投げ。大足。さあ、ここは中足ローリング。さあ、ここは波動に飛びが噛み合って。一本取っていくは藤見ブランカ。ランツ。さあ、開幕大足。冷戦からして大5数。ファースト取って、さあ、3段ヒット。中間で追っ払って、飛びが通って。さあ、大パンチ。投げて、必死のレバーガチャ、なんとかなったが、リバーサルで何か出してか潰していたかったのは藤見ブランカ。で、次、辰俊さんと、ゆうべがさんになります。大丈夫でしょうか？すいませんね。で、その次が店長さんとセロテープさんになりますので、よろしくお願いします。後ろにいる辰俊さんとですね。さあ、ワンピースあるが、ゆめが、ツーピー側が、辰俊。さあ、カイムが波動拳は冷静にガードしていく。
つのまま波動拳だけで画面端まで追い込まれているが、さあ画面端追い込んで波動モードだったが波動拳にサイコブラシが被った形で出る前に潰していた。ダブ2で削って、今度は一気に画面端追い込んだが昇竜拳からの波動を重ねて波動は飛んで、さあ波動拳、さあ中ゴスにダブに合わせて、さあうまく返した。大キック対打ち、サイコ当たって飛びから固めてダブ2まで、そして当て投げ一本取っていくわ。ユーベガラノツ、サイコブラッシャー当たっている。そこからデビルリバースからヘッドプレス、中足体育、ダブ2で削って波動拳、左足、さあ最後に波動が噛み合って波動拳波動拳。さあこの状況はヘッドプレスか、いやデビルリバースですね今ね。ダブ2から、さあ大パンチ投げ返そうとしたか、飛びが通って、さあ飛んで、さあ大キック長い、飛びから、さあ見てからナイトメア。まずはユーベが一本取っていく。さらに2開幕、やはり様子見から波動を打って画面端に追い詰めていく。タストシルに出して、さあ美味しい中パンチグータイクからファイヤー踏んでいる。画面端、サイコブラッシャーは飛んでかわして波動拳、竜巻旋風逆に位置入れ替えてヘッドプレス、中足からさなぎにいたが大パンチが出ていた。波動拳取っ払って昇竜拳見てからしっかりダブルに反撃から画面端を追い込んで固めていくぞ。そして歩いて投げ、飛び込みからサイコクラッシャー投げ返している。さあ様子を見ている、両者動かない、歩いて投げた。さあまず取っていくは夢がダブルで壊しているが、さあちょっとめくり失敗か、投げ返しているジャンプ大キックから投げて、さあホーバー裏上がってか、さあペットプレス踏んづけて飛び込み波動拳ファイヤー波動拳、さあ前にガンガン歩いているので当たっているが体力的にはまだまだ目が有利。さあ打ち上等だがすっごい減った。デビルリバース、デビルリバースゲージを作った。さあこっからどうする、様子を見ているゆうべがうかつに手が出さない。タストシリュウヘッドプレス歩いて、さあこれは相打ち上等、コパン体育ですかね、勝ったのはゆうべが。で次店長さんと、セロテープさんですね。その次が川島さんと東光さんになりますのでよろしくお願いいたします。さあ試合の方始まっていますね。ワンピガーが天長竜、ツーピガーがセロテープザンゲフ。さあ飛びが通って大足竜巻にはダブルアリ噛み合わない。大形体育、あとはダブルアリすかして大足こかしてバックジャンプ大キック、真空打って波動拳と削っていく。ダブルアリに大足を合わせて的確にダメージを取りつつこかしていく。さあのそのそと歩いていっているがファイヤー噛み合って波動拳、波動拳、ダブラルでかわしてダイヤスタイグ、波動拳、波動拳。さあ、危ぶ距離は離れていくと、じゃあ届かない。さあ、大空しっかりまず取っていくわ。天長竜あとつ、開幕ファイヤー波動拳、波動拳。さあ、波動拳燃やされて、こかされて、こかして、さあチャンスが来ると思ったら竜巻で逃げる。チューパン、中足ファイヤー波動拳、波動拳。さあ飛びにはしっかり昇竜拳、波動拳、波動拳、ダブラリかわしてダブラリの隙に大足こかして波動拳。真空は冷静にガード、大足波動はダブラリかわしてダブラリを軸に立ち回っているが近づかせないで一定の距離を保ち、そこでこかされて昇竜拳打つがガードしている。こかされて竜巻波動拳、
さあまず1本取っていくは天長龍。開幕ダブラリダブラリでゲージを作りつつハードを牽制していく。ダブラリ2つ負けの服に入らず、第5戦ちょっと近づいて中キックが強い。飛び込みからファイヤーで追っ払って、飛び込みから中腰スさあ大足こかして波動拳ダブラリ噛み合わない。波動拳でこっち寄らせない。対空大足も取ってピヨッタ真空。さあ再びファイヤーでダメージを取って寄らせない立ち回り。ダブラリにはしっかり内足で押し置き、中キック引っ張って、さあダブラリで波動をかわしつつ近づきたいザンギエフ、壊してスクリュー、からさあ飛んで、さあこれはうまいぞ。そして噛みついた。もう何度も見せてる竜巻バレバレでござった。さあラウンド3ファイヤー踏んでしまう。さあ波動拳を軸に再び寄らせない立ち回り、近づかれたら大変なことになってしまう。ファイヤー波動拳だけ弾だけでダメージを半分しか奪っているが、ザンゲフは体力を犠牲にしてでも一度チャンスを取ればそれで OK。 シンクは冷静にガード、ハードまでガードして出しゃこかされないが差し返している。今度はまたしても様子見ていた。飛びから勝利返して、さあまた追いかけっこの始まりだ。波動拳当たってしまう。ダブラでかわして、さあ波動はうまくダブラでかわしながら近づきたい。当たる。真空打って、さあ今度は台足しっかり勝ったのは天長龍。では次が川シムさんと東根さんになります。でその次が藤見ブランコさんとゆうべがさんになりますのでよろしくお願いいたします。ワンピガサルが東根チュンリー、ツーピガサルが川シムダルシム。おっと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 、誰がレバー触りっぱなしになってないかな。あ、ボタン押しっぱなしになってますね、カバンで。さあヨガファイヤー冷静にガードしていく。さあ戦列はドリルキックで潰してピヨって投げて、まず取っていくのはカワシムダルシム。まずは飛行剣とヨガファイヤー。さあ飛行剣は下からくぐってドリルキックで背中切りを潰していった。飛び込みから飛行剣、ヨガファイヤー飛白列キックで追っ払って中足、ドリル続きは当たらない。ドリル続きからインフェルノー、痛い。ドリルキックから最後はジャンプ大キック。さあまず1本取っていくかカワシムダルシム。さあ2戦目ラウンド1。さあさあ、あ、長い手からヨガファイヤー。だが、ダメージを的確に待っているのはチュンリーが、気候剣当たっている。中足も当たって、さあ大変な位置になっているが、ヨガファイヤーで、こかして、画面中央へ戻ってきた。そして距離を離して、気がつきはチュンリー画面端だが、前飛びだったが、投げ返されている。ドリルキックで固めて、ドリルキック、ドリルキック連発、戦列も潰しているが、最後は投げ。ヨガファイヤー、さあすかしてからの投げ、ドリルから背中蹴りはドリルキックで潰していく。飛ばせない。ここでダウン奪って背中から飛び込みは相打ちを取って落としていく。ファイヤー踏んでしまう。さあ1対3なんから飛行剣突っ込みから戦列で削っていった。2本目は闘魂
さあ3戦目、泣いても笑ってもこれが最後。ラウンド1ファイヤー、飛行剣は下からフーっていったが、チュンリーがもう冷静に対応していた。さあスライディングで対空したが、投げているのはチュンリーだった。空対空失敗からスピーバーをファイヤーで潰して、画面端まで追い込んでスピーバーを使ってちょっとずつゲージを貯めていく。百裂キックで追い返して投げて、さあ飛んだら大キックで対空しっかり、戦列はガードしている。頭突き、インフェルノは届かない。ドリル突きで近づきたいが、チュンリー側は冷静に対応していた。一本取るはトーコン、チュンリー。さあ機構はスライディングで回していく。ここでこかされて飛び込みから中足、ちょっと待って、飛行剣飛びが中足から百裂キック、飛行剣飛びが通ったバックぐらい。飛行剣画面端、飛行剣当たってしまう。そしてこかされて、さあ大変なことになっているぞ。最後は長い手を飛んでジャンプキック、あったな、トーコンチュンリー。藤見ブランカさんとユーベガさんですね。でこの後は店長さんと東郷さんになりますので、よろしくお願いいたします。で3位決定戦は行いませんので、よろしくお願いいたします。さあ 1P がワサールが藤見ブランカ、 2P がワサールがユーベガ。開幕はさあ飛んで近づくに対して飛んで逃げるが、ダブニーで追っ払って、まあ先制ダメージはユベガ。投げからヘッドプレスローリング当たるが、それはしっかりダブニーでお返し。両者よしから、さあローリングスカッシュはしっかりと中足置いて潰していた。中足ダブニー、さあ距離を離して、さあ横押し同士の対戦だが、最後は打ち上と一本取っていくはユベガ。さあ開幕ローリングを潰していった。ピヨッター、さあ残り体力はヘッドプレスで削っていったと。まず一本取るはユーベガ。さあ2本目、開幕様子見対して距離を離していくベガ側。長い長い足で追っ払っていく。だがブランガも長い長い手はある。ここで投げ返していく。相打ち上等から、さあ後ろ下がっていく。中パンチヘルアタックで潰していく。ダブニー飛び込みから固めて中足、ダブニーから距離を離していく。飛び込み、さあ飛び込み、さあここはナイトミ当たっている。まず取っていくはゆうべが、リーチかけてラウンド2、開幕相打ち、ダメージはほぼ5分。さあダブニーでこかしてホバーで近づいて、ダブニーがめくりでヒット。サイコラシャワー当たらず、だが画面を中央に戻した。さあヘッドプレスヒットから振り離していく。ラッシュダゲイに大パンチ合わせていく。サイコクラッシャーから大パンチガードしている。飛びはうまく通らないが相打ちようと。さあヘッドプレス距離離していく。上からかぶせて最後は投げて、さあナイトメア一発ヒット、ヘッドプレス当たって勝ったのはユベガ。で、店長さんと投稿さんになりますね。で、勝った方がユーベガさんと決勝戦になります。で、ワンピーガーサルが現状流、ツービーガーサルが投稿チュンリー。
投げて波動拳と気候拳、弾同士は相殺、背中切りかわして、さあ竜巻は空対空、サファイア当たっている、さあ止めて真空当たっている、竜巻で近づいて、さあ戦列も当たって伝承客、一本取ってるか、闘魂ラドツ、さあ波動拳と気候拳の弾の打ち合い、さあ飛びは両者相打ち、竜巻を冷戦さばいて飛び込み、さあ竜巻で軸をずらしたが冷戦対空していた、ファイヤフ当たって飛び込み大足、さあ真空打たせて波動拳、波動拳に戦列だが波動の残りに当たってしまう、飛行拳は目の前で切り飛び込みから竜巻で返して、え、これ竜巻、さあ勝利で落として波動拳、波動拳スピバでうまくタイミングずらした、さあワイヤーと飛行拳総裁から相打ち上等取り返す天長竜、さあラウンド3、波動拳飛び込みから大足波動拳、さあ波動を飛んでいたが本部まではいけず、さあここはしっかり冷静に落として投げているのはチュンリー、勝利で返して飛び込み大足波動拳、波動拳、波動拳気候と総裁、スピーバーでゲージを作りつつの、さあ対空しっかり波動拳、大王星ちょっと近づき、さあ背中は大足で潰して真空、一本目は店長、さあ2戦目になります、さあ再びちょっと下がっての気候と波動の弾の打ち合い、飛びは冷静にしっかり対空している、さあ竜巻はお仕置きで痛い2段、飛び込みから中足、さあ竜巻当たってしまう、垂直から何も生まれず、こかして歩いて近づき飛行機に固めて戦列客、まず取っていくわ闘魂、さあ飛びはもう通りません、さあ投げは受け身がなかった、こちらも受け身がない、大足波動気候拳、中足の振りに距離を離して波動を打って状況を良くしていこうとする、さあ気候に対して飛びが取っている、波動拳、波動拳、波動拳、さあここで昇竜拳対空、波動拳、波動拳、ファイヤーを混ぜつつ、さあ危ない球は飛んで回避、真空は冷静ガード、波動拳で削って竜巻旋風脚は、さあ元キック当たらない、波動で弾の打ち合い、竜巻を上から潰して竜巻で逃げて距離を離していく、ガンガン追いかけてくるがどうなる、最後は中足、さあラウンド3、まずは竜巻でゲージを作りつつ、あったが気がすぎや画面端を奪われてしまう、富が通って3段、痛い3段もらってしまった、対空もしっかり昇竜拳でダウン奪ってスピーバーで抜けれたが相打ち、ファイヤー失礼、波動昇竜拳上見ている、ファイヤー波動波動と弾を軸に相手を動かしていく、さあこれは目の前、中足に足では死んでくれなかった、前列客取り返して1-1、3戦目に突入です。さあ3戦目ラウンド1、さあ三度弾の打ち合いだが今度は竜巻を軸にガンガン前に行くか、それとも起き上がりの極端なのか、さあ中足でピヨッとしまった、飛び込み3段、まずは闘魂が取っていく、
バランス。さあ、中足と波動が打ち、ダメージ的には波動が勝っているが。さあ、竜巻落としていった。竜巻で空対空こかして、中足、大足こかして、さあ、壊し壊し壊し。スピーバーでゲージを作りつつ、さあ、ここで戦列ができた。さあ、対空しっかり。さあ、今度はチュンリー側が大変な状況になっている。波動拳を冷静に飛んでかして、最後は着地に中足。取り返して1-1。わからないぞ、これは。ラウンド3。さあ、波動拳、波動拳と、やはり球の打ち合いから始まる、この組み合わせ。さあ、回転率で言えば波動の方が勝っている形。どっかしらで飛ばなくてはいけない、チュンリー側。真空、まずは一発。ガードさせて削っていく。中足から竜巻は空対空で落としていって。さあ、投げは受け身しっかり。対空しっかり。上は全然通りません。投げているのはトコン。戦列は波動が邪魔してくれた。ヒヤッとした瞬間。波動、相打ち。波動拳で、ダブル割って、ダメージ取って、真空はガードしている。波動拳削って、どうなる？どうなる？どうなる？最後は中足！勝ったのはトーコン！ではトーコンさんとゆめがさん、決勝戦になりますのでよろしくお願いします。決勝戦も2先です。いや、2です。全部2先です。さあ、 1P 側がワンピースワルがトーコンチュンリー、ツーピースワルがユーベガ。さあ、決戦の舞台は USSR。この早いステージでどんな動きが展開されていくのでしょうか。まだお互い決定打には至らない。さあ、上はしっかり見えている。上は絶対に通さない。トーコン順に、そして中足に挟んでピヨって、さあ、ここで中パン投げ、2段で止めてからの投げ。さらの2。さあ、まずはヘッドプレス。サマーソルトスカイダイバーまで入っている。ダメージ的にはベガ側がまず取っている状況。ボッシャガで様子見ていく。大パンチから中足もヒット。飛び込みから投げているのはベガ側。固めて大気が強い。飛びから中足中足飛行拳。さあ、ここはデビルリバース当てていった。取り返すユーベガ。ラウンド3、よそ見ていく。百列キック飛行拳でこちらに寄らせない。対してベガ側は様子を見ながらその一瞬の隙を奪っている。さあ、ここはヘルアタックでうまく抜けていった形。投げさせまいと暴れていった。飛びが取って固めて投げて受け身がない。サイコクラッシャーだが追っ払っている。デビルリバースゲージを作って、さあ、ここダブに入らず、ダブにから固めて投げているが受け身しっかり。ヘッドプレス元気でこかして、さあ、ここはナイトメアで逃げる。サイコクラッシャー当たる。戦列抜けるが、後ろからホバー一本取るは夢が。では2戦目になります。まず飛び込みから始まる2戦目。さあ、キコケ踏んでしまった。飛び込みから投げているのは夢が。固めているが天正義で返していく。飛び込みから固めて飛行拳はバックジャンプで回避していた。百列キックを置いて近寄らせない。唐突のダブルにサイコクラッシャーを警戒している。飛行拳を置いて様子見ていく。ダブル2から距離離していく。サイコクラッシャー当たる。こかして中足ダブル2固めてうまく飛んでかわしていくが投げている。受け身がない。
デビルリバース、さあ空対空、ヘッドプレスからさ近くに落ちたが冷静にチュニガーを暴れていた。さあこの体力リードだが、まだ分からない空対空だが相打ち、しかもダウンを取って最後はヘッドプレス。さあ今百裂キックを置いている貢献。さあここはオシナが当たってサイコブラシャで削っていくが、チュンリガーも暴れていた。さあダブニーから投げは抜けている。受け身をしっかり、さあトビはハックへ通していく。サイコブラシャーはうまく潰して、戦列が痛い、歩いて投げ返して投げて、次足ダブニーから固めていって画面端、ダブニーから飛び通ってダブニーまで入って固めてナイトビアガードしている。テンション空振った。優勝はユーメガです。おめでとうございます。それでは、喜んでいるところ申し訳ないですが、ユーメガさん一言をいただきたいので、マイクをこちらの方までよろしくお願いいたします。はい、優勝おめでとうございます。これからチュンリーは全力で殺しに行きます。2017年見ててください。ありがとうございました。というわけで本日の優勝はゆうべが準優勝、東高1ベスト4は店長フジブランクという結果になりました。お疲れ様でした。で次回の開催は2月の26日、8時半スタート予定で行いますのでよろしくお願いいたします。であとゆうべがさん後でお写真すいません、よろしくお願いいたします。というわけで、余ってるクレジットは使ってもらって構いませんので、そのままの試合を楽しみくださいませ。というわけで本日の大会はこの辺で終了とさせていただきます。またの次回、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。
Yeah!
Yeah!
ン、はい。Thank you.
はい。
愛。Yeah!
はい、また来てくるんだ、また来てくる。Thank you.
はい。We'll be right back.
分愛。Yeah.
はい、波動拳。
愛。Fire!
Fire! 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 F
Fire!
Fire!
はい、すいません、まもなくあと10分ほどで閉店時間となりますので、今残っているクレジットないし次を入れるクレジット最後でお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、配信の方も終わらせていただきます。お疲れ様でした。